北海道道都大学ペアー東京ペアー。お聞きのように男性の声も混じっています。男女混成チーム道都大学チアリーダー部道都ベアーズです。男性のパワーをどう演技に生かされるか注目ですね。そうですね、このチームも実力があるんですね。まあ、いいところ行くと思いますけども、選手たちがもう少しこう男子が特にそうですけど胸を張ってやることは大事だと思いますね。赤いトスです。今ディスマウントでちょっと足が乱れました。これはヘリコプタートスですね。そして上げて前方からのトスアップ。ちょっと時間が足らないかな。シングルハンドのキューピーですね。これは素晴らしいバスケットです。トータッチです。もうつま先まで綺麗に伸ばすっていうのが美しく見える、そうですね。佐口も選手とお話しまして、とにかく胸をしっかりと伸ばしなさいと、そうすることによって、スタンスもずれないからという話をしてたんですがね、実力通り見せてくれてます。きれいなディスマウントです。男性のトスです。これがちょっとね、構成としてはちょっと必要ないかな。もうちょっと難しい技に挑戦した方が良かったかなと思いますね。部分で言うとちょっとリズムが崩れてしまうというかですね、それがちょっと残念だなと思います。しっかりとした最後のフィニッシュでした。ただ準決勝よりも随分自信を持った演技になってますね。そうですね、これですね。前方からのトスアップ、やはりちょっと高さが足らないんですね。道都大学チアリーダー部道都ベアーズでした。